セッションを始めさせていただきます今回、NOMAD で実現するクラウドとオンプレのハイブリッド環境でのコンテナーオーケストレーションというタイトルで登壇させていただきます。よろしくお願いします。 はじめに自己紹介をさせていただきます。私、中村ルと申しまして、バルさんという名前でインターネットの上では活動しています。と、普段はですね、ノート株式会社の SRE チームに所属しておりまして、そちらの方で勤務させていただいています。 2021年より株式会社スカイゲートテクノロジーズというところのデブインフラチームに副業として参加しておりましてそちらのスカイゲートでの一部プロジェクトのインフラの設計構築などを担当していますよく使う端コープの製品としては、まあ あの、今回もセッション多いですけど、テラフォーム。で好きなツールはえ、今回ノマドがとても、あの、面白かったので、えっと、ノマドすごくいいなと思ったので、紹介させていただいています。あと、ウェイポイントという最近出たツール、えデプロイツールも、あの、ハシコプさんの中でかなり魅力的なツールなんで、こちらもいつかちょっと紹介したいなとは思うんですけど、今回はちょっと割愛ですね。はい。 でまあ、アウトドアが趣味としてはアウトドアが好きで大体、えー、週末は山に行ったり、えー、とキャンプしたりしていますというようなところです。でまあ、自己紹介させていただいて、えー、とまずスカイゲートテクノロジーズの紹介というところで、えー、と簡単に紹介させていただきたいと思います。 スカイゲートテクノロジーズ、どのような会社かといいますと、2021年に設立されたクラウド地上局プラットフォーム事業を展開するスタートアップ会社です。えっ、ー、と、我々あのミッションとしましては、次の10年で数万機増加する人工衛星に対して、宇宙と地上をつなぐ通信インフラを確立する、提供するというミッションを掲げています。 つまり要するに人工衛星と我々が使っているパブリッククラウドを統合してグラウンドソテーションアザーサービスとしてサービスを提供するというものを開発中となっております。でまあ、スカイプレートテクノロジーズ、どのあのちょっとこの後の。えっと サービス構成に関わるので簡単にどういったものなのかもうちょっと具体的に説明させていただくと、まあ、お客様、衛星を扱いたお客様っていうのは、えー、新たな衛星によって新たなビジネスを,つを行いたいが、まあ、地上との通信コストだったりとか、通信のための免許だったり、まあ、そもそも地上局の設備を確保する必要があったりとか、まあ、地上局からさらにそっ パブリッククラウドとの通信、まあ、自身への環境への統合性っていうところに課題を抱えています。では、スカイゲートではソフトウェア化された無線システムで低コストで地上局と通信して、まあ、免許取得等もあのレベル含むレベルでサービスを提供して、さらにそこからクラウドとの高い統合性を目指しているということです。 地上局の今昔というところで、こういった部分で、こういった処理が必要だったものを、これらは全てハードウェア上で行われていたというところだったのが、今は完成ソフトだったりとか、クラウドサービスでしたりとか、あと我々が提供するクラウド地上局サービスというところで、特別の ハードウェアの回線の組み合わせから、まあ、ソフトウェア、コンテナとクラウドを組み合わせたものに移行していこう、まあ、提供し、まあ、移行しているというか、我々が提供するものとなります。でまあ、これ、要するに、えーとまあ、こういったすごいハードウェアがたくさんあったものを1つのサーバーにまとめようというところで、えー、と私たちはこれを過半型ソフトウェア無線通信装置。 通称スーツケースという名前で開発しています。まあ、中身は、えー、と無線、<laughs> 無線と、えーまああの、こういったあの無線装置と、えー、Linux のサーバーが含まれている、えー、ポータブル式の、えー、サーバーとあの、オンプレのサーバーとなる でえーとまあ、今までの話を整理すると、どういった要件が必要になるかということを、えー、と <laughs> 整理しますと、我々が提供するサービスでは、まあ、地上局ごとに任意のパブリッククラウドに任意の通信方式で接続するオンプレミスのサーバーを提供する必要があります。あの地上局っていうのは日本に無数に存在しているので、まあ、そこに対してこういった、まあ、お客様ごとでしたりとか、 に、市場局ごとにサーバーを提供すると。でもちろん、オンプレのサーバーでは、お客様の任意のタイミングでコンテナイメージを展開し、先ほどのアプリケーションを実行して、そういった無線の解析でしたりとかを、を処理を実行する必要があるというところです。で、えっと、また、 これらのサーバーは地上局ごとに、まあ、あの、コジャンズで示しているように複数存在して、お客様によってはスーツケースを共同で扱うということもあります。こういったサービスの要件が必要でして、直面した課題の一つとしてあ、課題がこれらです。我々の手元を離れたオンプレのサーバーに対して、プロビジョニングや設定の変更などの操作をどのように実現すればいいかっていうところと、 オンプレイスのサーバーとクラウドのインスタンスのコンテナーオーケストレーションをどのように実現するか、そしてさらにスーツケースとお客様の任意の環境、あのパブリッククラウドだったり、えー、お客様の環境だったりとか、という部分の通信の制御を外部からどのように行うのかというところで、課題に直面しました。 で今回はちょっとあの全部は紹介しきれないので、この2つに対してのアプロどのように解決したかという部分を紹介したいと思います。まず、オンプレサーバーへのプロビジョニングに関してなんですけども、これは GitHub アクションズと Ansible という構成で実現しました。どのように,かどのように解決したかというと、 GitHub のセルフホステッドランナーを各オンプレのサーバーに、えー、インストールして、GitHub のアクションズをこのリポジトリと紐付けます。で、アクションズランナーのジョブって、アクションズが立ち上がっているプロセスのネームスペース、名前空間で実行されるという、えーまあ、特徴があるので、 えー、GitHub アクションズのジョブをセルフホステッドランナー上のアンシブルでローカルホスに向けて実行することで、まあ、リ,ポリ,リポジトリに含まれているアンシブルのプレイブックをあのプロビジョニングすることができるということでこれがえと我々に我々としては非常にあの便,利なツール便利な使い方でえとこのようなことができるようになりました。 まあ便利なところ1としては、一般的に SSH だったりとかで入る Ansible の発射台というのは不要になります。Ansible 実行サーバー等の設定が不要で、サーバーレスで運用することができるので、あのまあえっとランナー自体がまあさあのプロビジョニングされるサーバーというところで、ランナーとサーバーが1対1で紐づくので、発射台が不要と。 さらにお客様の環境によっては、外部から SSH の通信とかが取れない、えー、ローカルエリアのネットワークにあるものもあるので、そういった,そういったサーバーへも、この手法であれば、プロビジョニングが可能というところです。さらに、秘、え、匿、ー、情報や、えー、と外部に漏れてはいけない部分をあ、アンシブルだったらアンシブルボルト、シコプ分じゃないんですけど、アンシブルボルトを使うことができるので、 扱ってやることが一般的なんですけど、まあ、ちょっとそういった部分、それよりも簡易な GitHubSecrets で管理することができて、これを環境変数で渡せば、あの <laughs> 渡すことで、まあ、あの安全に管理する、Secrets とクレデンシャルを管理することができます。さらに、リポジトリ自体を API トークンがあれば、Webhook 経由で枠付きを実行することができるので、外部から API 叩いて枠付きを実行するとかっていうようなことも可能です。 続きまして、えー、とコンテナーオーケストレーションについてどう、どのように解決したかというのを、えー、紹介します。こちら、えーとえーまあえー、ハシコップの製品でいうと、一応ノマドがコンテナーオーケストレーションツールとして、えー、使われているので、私はこれを採用しました。でまあ、ノマドの採用理由というところなんですが、もともとノマドをいつか使ってみたいなとずっと伺っていて、ノマドを 使いたいなと常に思っていたんですけども、結局今の,今あのいまいち使いどころがまだなくて、でただオンプレで、えー、コンテナーオーケストレーションツールで、かつ、まあ、あのクラウドと統合しないといけないという要件が出たときにノーマドを使っぜひここで使ってみようというところで、えー、と採用をしました。でまあえーと まあそれだったら僕の好みじゃないかって言われたらまあそうなんですけど、オーケストレーションツール、他のオーケストレーションツールとの比較に関して言えば、まあまあ、いわゆるロッカーコンポーストとかって言われてるの、まあ、は皆さんなじみがあると思うんですけど、これ中央集権的にコンテナを制御できるっていうところにしたいので、今回は不採用です。になりました。まあ、ていうのもあの、まあ、単一濃度で えっと、コンテナーを動かすんだったら、僕はコンポーズでいいじゃないかっていうんですけど、まあ、できれば外部から制御できるようにしたいってところですね。だったので、不採用です。クーベル、じゃあ、まあ、コンテナーオーケストレーションって言えば、やっぱ、クーベルネ e ティスでしょうっていう、クーベ r n e ティスでしょうっていう話だと思うんですけど、これは今回、オンプレで構築するっていうのが必要だったため、こちらは、えっと、まあい、様々な、えっと、運用ツールあるんですけども、いずれも、 この時間運用コストが高いっていうところで非常にネックになりまして不採用となりました。ECS はどうかと言われているんですけど、ECS は AWS を扱うことが前提のもので、今回のパブリッククラウドを複数使う可能性があるっていうところで、まあ、こちらも今回は不採用となりました。なんで、 えとノマドっていうツールの所管、まあ、なんですけども、単一濃度で扱うことができるドッカーコンポース、さらに複数濃度で小中規模のコンテナーを扱うことができるノマドっていうところで、非常に我々の要件ととてもマッチしていたというところがあの <laughs> 採用の理由となります。空間でいて、そこど大規模でさらに複数のコンテナーを扱うということでもなかったので、まあ、ちょうどいいこのあの採用には非常に規模感としてはちょうどよかったなと思っております。 さあで実際にどのように、えー、とクラスターを作っているのかといいますと、これは GCP の例ですが、えーと、クラウド上にコンピュートエンジンを立てまして、ここで n o、えー、ノマドのマスターモードで起動した、えー、とインスタンスを複数存在あの起動させておきますで。各スーツケース上でノマドをクライアントモードで起動させておきます。でクライアントとノマドの通信を VPN と、まあ、こちらはいろんな、まあ いろんなもので大体できるかと思うんですけど、VPN 等でつなぐことで、まあ、この NOMAD クラスターを構成することができます。さらに GCP の場合だと,、えっと、クラウドロードバランサーにアイデンティティアウェア,レスア,ウェアプロキシーというのを設定することができて、あのサーバーレスに OS 認証ができるので、あのノマド自体の API も、えっと、こういった認証を用いて安全に叩くことができるというところであの非常に重宝しています。 で、えっ、ー、と、のまど じゃあ実際に使ってみて非常に便利だなと思った機能がいくつかあるので紹介させていただきます。ノマドの用語で言うとあのジョブっていうのがあるんですけども、これ、まあ、あのすごいあのざっくり説明すると、ク b バ r ネイティスで言うとデプロイメントに相当するものですで。ジョブのタイプっていうのにそれぞれバッチ、サービス、システムっていうものがありまして、それぞれの用途によって、えっと、これらのタイプを切り替えていくということになります。バッチっていうのは名前の通り即時実行するもので、サービスっていうのは常時 自自起動していくものシステムっていうのもあのサービスのちょっと五感という形でシステムあるんですけどこういった3種類のタイプがありますね。で我々としては今回あの任意のタイ,ムでタイミングでお客様が任意のタイミングでジョブを実行してさらにそれを終了するということが必要だったので、まあ、サービス ではなくて、えー、とパラメータイズドジョブというもので登録しています。まあ、具体的に何かと言いますと、あら,あらかじめジョブを、えー、ノマド上で登録しておいて、えー、任意のタイミングでノマドジョブディスパッチというコマンドや、まあ、API を叩くことで、まあ、そういったジョブを実行することができる。さらに実行時にペイロードやメタデータを一緒に渡すことができるという機能になります。これは我々の要件と非常にマッチしています。えー、API が 非常にシンプルであの扱いやすい構成になっていましたので、あの外部からあのノマドのマスターサーバーに向けて、カールで API を叩くだけで、えー、ジョブが立ち上がって、さらに、えー、任意のタイミングで終了できるというところで、あのとてもこれはあのシンプルで素晴らしい機能,機能だなと思っています。はい ちょっと時間を慎むのでまとめです。ノマドを採用したことであの、オンプレートクラウドをハイブリッドで扱えるかつあのシンプルなサービスを構築することができました。で、えっと、アンシブルと GitHub Actions セルフホストランナーを使用することでサーバーレスに CICD のオンプレミスのサーバーのプロビジョニングが可能になりました。あの、ノマドもこの仕組みを使って一瞬であのクラスターも 任意に参加したり、外したりとかっていうことも制御ができる可能です。でノマドのめちゃくちゃいいところは、構築がとても簡単で、バイナルファイルを実行するだけでクラスタ構築ができるというところと、API がとてもシンプルで、パラメタライズのジョブが、あのまあ、これはとても便利だなというところです。えー、ではまあ今後、あのノマドを扱いたいなと思っている方に対しては、中規模かつオンプレだったり、ハイブリッドで 構成したい、マルチクラウドでハ,ハイブリッドにクラスターをオーケストレーションしたいというところになったという要件には非常にマッチするツールだなと思っております。で、えっ、ー、と、最後になりますが、えー、とこういった部分、えー、弊社、もう副業という形、業務形態問わず柔軟に力を発揮したいエンジニアの方は募集しておりますので、ぜひともご応募ください。ご清聴いただきありがとうございました。発表は以上となります。 はいありがとうございます、えー、次はですねあのーえー、スペースリーのインフラを2点になっておられるエンジニアの佐藤様からのセッションとなります、えー、それではセッションまもなく開始いたします